キチラキチラ。なんだね。佐久間大介がスーパーバイザーを務めているグループはトラビスジャパンだね。そんなトラジャで他人に寛容でないメンバーは松倉海斗さんだね。松倉は人間的にもっと成長しないと終わるぞ。自分さえ良ければの精神だもんね。カメラが回っている時だけ仲間思いを演出してもバレバレだよね。うん、さすがにわかる。そんな松倉がこんなこと言ってんぞ。夜遊びのイクタリラは許せないってね。どうして？一つは隠れ巨乳だからってのがあるんだけどさ、うん、もう一つはやはりビルボードチャートみたい。おお。トラジャは全米デビューしたけどアメリカでは全く相手にされなかったじゃん。うん、数字がそれを示しているね。事務所の力でなんかオーディション番組には出てたけどさ、審査員から大して評価されなかったよね。うん、とにかく明るい安村の方がよっぽど評価されてるよな。間違いないね。そんな中、夜遊びのアイドルがビルボードで1位だからな。トラジャは届かなかったのに、日本で活動しながら1位をゲットしたね。トラジャはもう二度とアメリカに入国しないでほしい。日本の恥だ。